登場していただくのはよさこいチーム穂村の皆さんです。どうぞ。どうぞ。はい、よさこい演舞パート1では素晴らしい演舞を披露していただきました。このイベントで3年生の方が引退ということなんですけど、3年生の方、3年生の方手を挙げていただいてもいいですか。はい、それではちょっと最後のイベントということでインタビューをさせて、意気込みを伺ってもよろしいですかね。あ、もう一回手を挙げていただいてもいいですか。すいません、インタビューいいですか。最後のイベントということで意気込みをお願いします。あ、悔いが残らないように、隣の人泣いてるんですけど、まあ、私多分泣かないとは思うんですけど、まあ、最後まで笑顔で踊れたらいいなって思います。ありがとうございます。あ、どうですか、泣いていらっしゃいます。最後の意気込み、みんなで楽しく踊れたらすごく幸せなので楽しんでいきましょう。ありがとうございます。パート2。意気込みを伺ってもよろしいでしょうか。はい、楽しみたいと思います。はい、元気ですか。最後の思いをつけて全力で踊ります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは皆さん準備はよろしいですか。ありがとうございます。じゃあ3回戦の方も思い切って悔いのないようにお願いいたします。ではいいですか。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。はいはいはい、中央公園お越しの皆様、こんにちは。こんにちは。私たちは高知大学よりやってまいりました、よさこいチーム穂村と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、本日これから2回目踊らせていただきます曲は先ほどと同じですが、2020年新曲の千歳の木と書いて一歳月という曲でございます。踊り子一人一人が木となり実となり花となり個性を咲かせていきますので、どうぞご覧ください。さあ、3回生教室、はい、今日この2回目の演舞で僕たち3回生が引退となります。最後まで悔いの残らないように踊らせていただきますので、どうぞご覧ください。さあさあ踊り子、最後の演舞だが元気いけ。3回生これで終わりやぞ、元気いけ。最後まで楽しく一世月踊ってください。それでは穂村恒例の気合入れ、よいや、2020一世月踊り子構え。暗く静かな夜が来た。新刊である。辺りはしんとしており、空には月が浮かんでいる。すべての生物が眠り、ただ波の音だけが聞こえる。そんな中、木は堂々とそびえ立ち、力を蓄えている。それは新しい一日を切り開くための力だ。日々への楽しさと不安、迷いが入り混じる。歩みを止めることはなかった。熱き炎のような情熱を胸に、今まさに新たな一日が始まる。夜が明け、朝になった。朝日が日に当たり、木漏れ日が立っている。
かって枝を伸ばす。おっと、アウンが広がった。お前ら、雨にも負けず踊りきれ。恵みとなるのだから。僕らは見守ってくれているから。今年の木が決してお互いを邪魔することなく一つ一つ輝いていた。それはまるで10代目僕らのようだ。長かった14ヶ月、楽しかったのは君たちのおかげだ。代表として、仲間として、友達として、ザッキーと共にいてくれてありがとう。これから君、新たな目が行く。それは21代目君たちだ。君らから歩んだ期間は短かったかもしれない。でも僕にとっては最高の思い出になった。何も臆せず進んでほしい。心の中には明るい虹と自由な雲、そして揺るがぬ木があるのだから。楽しかった。ありがとう。はっはっ、ありがとうございました。はっ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。パートと比べてもう全然キレが違う気合の入った演舞を本当にありがとうございました。ありがとうございます。ホムラの皆さんの現在の活動内容を教えていただいてもいいですか。練習してる場所は、高知大学共通教育3号館の横でやってます。で、基本的に時間は18時半から、21時の間で、練習しています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。来年のよさこい本祭に向けての抱負などもいただけたらと思うんですけれども。もう僕これで引退なんで、ちょっと前にいるこの、2回生の子にちょっと聞いていただいたら嬉しいです。はい、2回生の方どちら来年の本祭に向けての意気込みをお願いします。真ん中来年に向けて意気込みをお願いします。はい、今年はコロナで開催できなかったので、その分を思いっきり3回生さんの分まで発着したいと思います。はい、ありがとうございます。よさこいホムラの皆さん、本当にありがとうございました。また来年の本祭で楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。踊り子撤収ありがとうございました。